チャッタって来たら、そのまま後ろにヒールダーンダって前に来ます。おはようございます。あ、今12時になったか。今朝の、プライベートレッスンを終えたところなんですけど、今日は、夜またレッスンがあって、昼はちょっとラフストーンっていうアートチームをやってて、その、ね、相方の久美さんと、ミーティングという感じですね、はい、なんか楽しいことを今いろいろ企画しようっていうことになってるので、そういう感じの一日になると思います。久美さんは今日から色塗り作業に入ってますね、うん、だいぶ塗ってるな。色塗りはやっぱ早いですね。今日で仕上がりそう。今日のお昼ご飯、ガパオライスとエスニック風スープ、いただきます。そうだよね。あと私が7日までにドレス作れないかも。ああ、はいはいはい、はい、頑張れば作れるかもだけど、17に17以降の方が確実っちゃ確実かな。うんうんうん。19とか。今日はファーマーズマーケットの日、糸満のファーマーズマーケットにしました。西高校前にある焼き鳥屋さんの焼き鳥、実家ご飯、タレと韓国だれと鍋ら、さっき買ってきた豆腐とヘチマで新鮮。エミちゃんと上前のストレッチ対決、2人とも硬い同士で始めたからね。エミちゃん今やって1ヶ月ぐらい、1ヶ月の成果をちょっと、じゃあ硬いもの同士、運動後は弱くなってた。何何何、運動後は弱くなってた。その準備体操とかめっちゃインチキしてる。一応前は上前より硬かった。上前より普通の開脚で、じゃあ一緒にやりますか。一緒にね。これはどっから撮ろうかな。前から撮った方がいい。すぐところ。開くの同じぐらい開いてるじゃん。エミちゃんがめっちゃ開いてる。何何何。足開くようになってる。前よりか。背中、ルールは背中がまっすぐっていう。はい、ルールは背中が回す。じゃあとりあえず前に倒れてみてください。はい、ちょっと丸いやん。いや、もう背中丸めていいってことでしょ。いいよ、丸めてどこまでいけるか。はい、あ、すごい成長してる。どうですか、横から見ていいですか。あ、これ丸めてるんだ。せー、分からんな、結局分からんけど同じぐらい。同じぐらい。もう一回、もう一回お願いします。意外とエミちゃんかも。うわ、負けちゃった。いった。やり始めてどれくらいになってるから今。2週間ぐらいかな。2週間経ってないか。背中丸めないでいくってこと。お腹からやるわけよ。前屈もちょっと映し、エミちゃんすずいな、ちょっと一旦ほぐすんだよな。せーの、前、ストップ、動かないで。もう分からん。はい、せーの。分からんわけよね。同じじゃん。一緒。いや、だからでもだから上前さんより最初悪かったから。それがすごいことなんだよ。あ、上からのやつ。あります。上からのやつは自信あると。自信ある。
得意分野なんだ。はい、どうぞ。せーの。あれ？あ、エミちゃんじゃん。これエミちゃんだな。うん、エミちゃんだ。これはもう完全に分かった。ドヤ顔。頑張ります。まだまだ。頑張りましょう。また、あの、1週間後ぐらいに対決するから。大丈夫ですか？久米さんのことないね。久米さんだってもさ、話にならないから。せーの。ね、久米手伸ばして、手伸ばして。つけて。つけて、もうつくもん、こっち曲がるんで。えみちゃんやってて、それでやってて。久米、ちょっと手出して、手出して。はい、ショーバリ。いただきます。乾杯。今日は、リンゴ酢とオレンジが晩ご飯。もうレッスン終わってからなので10時ぐらいだよね。10時半なる。あと10分で10時20分。うまい。うー、酸っぱい。4個ずつ。うん、そうでしょ。そう。はい、今夜も12時を回って、今データの整理とかパソコン作業をちょっとやってましたけど、明日は、アウトドアの撮影とかがあって川に行く予定です、はい、なので早めにねちょっと起きて準備をして、はい、行こうと思いますけど、多分川です。いつもあの成り行きで結構決まるので、まあ、一応アウトドアの撮影をしてくるということで。雨かな、天気予報見てないや、そういえば。まあ、とりあえずあのエミちゃんにね、開脚柔軟負けないようにちょっとなんか頑張りたいと思います。はい、今日も終わりましたけど、ちょっといろんなまた他の方法とかを取り入れて結構頑張ってやってるらしいので、ちょっと今お湯沸かす音がうるさくなってきたと思いますけど、また明日お会いしましょう。